皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は1月27日日曜日、明日からのね新たな1週間に向けて、本日1日は、音楽三昧のゆったりとしたね素晴らしい1日をお過ごしいただきたいと思います。さて本日の新規初投稿はミルクさんからのねギター用の直列ボードを投稿いただきまして誠にありがとうございます。見ていただく通りですね、超シンプルなギター用のボードなんですけれども、EP ブースターかけっぱなし、そして今日のね注目のねエフェクターが DS1X デジタル系ですね。DS1 のね冠がついてるということでね、どういうサウンドするんだろうということなんですけども、ぜひともね皆様方楽器店に行ってですね、 DS1 は多分ね皆様方なんかでね体験したことあると思うんですけども、あえて DS1 と DS1X2 台ですね、試奏させていただいてですね、音のこの違いをですねぜひとも体験していただきたいと思います。DS1 の冠がついてる以上ですね、なんか DS1 の、香りがしつつ匂いがしつつですね、またデジタルの違った味付け、これがどういうもんなのかですね、同じブランドですので、ぜひともね体験していただきたい1台でございます。でね見た目もねこのボードがですねまずちょうどいい大きさで、とってもついていてですね、市販のものなのか自作なのかね、こういうボード1台ちょっと作ってみたいなというふうに思わせるようなね、そういうボードに仕上がっております。そしてね、今回のポイントなんですけど、車用のねスマホホルダーを使って固定していると、それからね違うエフェクターに交換するとき便利かもしれませんということでね、これは車用のスマホホルダー、盲点でしたね。ボードとねどういうふうにやってねこうくっつけているのかね、これも興味のあるところですけども、早速ねオートバックスとかね車用品店に行ってですね、エフェボーイさんもちょっと探してみたいなというふうに思いました。ミルクさん、次回はですね、マイページの方もねぜひ公開いただいて、この DS1X のねサウンドをね聞かせていただきたいなというふうに思いました。それではね、本日日曜日も、エフェボーの方投稿を一覧楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。